今ね、ちょっとやばいこと起こりました。こちら側で、なんか携帯を持って出すときに滑って落としちゃったんですよ。そこからね、ここからで、今、下まで落ちちゃったんで、ここのところを降りて行って、来たんです。5、6メートルですね。で、そこから降りてこう行ったんですけど、で、ここから降りたんですよ。ちょっと滑りましたけど、まあ大丈夫でしたけど。で、携帯がそこだったんで、こっちに流れたら結構流されちゃってて大変だったんですけど、大丈夫だったんですよ、ここにね。で、肝心なところが、ここからまた登ろうと思ったら、滑るんですよね。で、手が持つときなくて、ぬかるんでるし、このまま腕で行こうと思ったら、ここが地が滑っちゃって、なかなか登れないんですね。で、ここがまあ5メーター、6メーターあるから、はしごとかあれば、ロープあれば、大丈夫なんですけど、ちょっと無理で。で、そっちに行ったら、滑る、コケも張ってるんで、滑るんで、安全危機管理上、良くないと思ったんで、ね。なので、そこに行ったら滑ってバーって行っちゃいそうなんで、そこからなんかちょっと行けそうだったんですけど、で、たまにこう、人が通ってたんで、その、助けてもらって、ちょっと今、呼んで来てもらう感じ。はしごとか持ってきて、ロープとか持ってきてもらう感じです。かなりびっくりしました。まあ、怪我はなかったです。とりあえず、これが流れていて、もう本当に、ここでから落ちてきたんで、落ちちゃったんで、ここにね。あれだったですね。まあ、で、ここから降りて、こう来て、やったけど、ここが抜かれすぎてて、なんかこう持つとかあればね、腕力で元々上がれるんだけど、ちょっと厳しくて、歩いてる人に助け求めて、今ちょっとはしごとかロープ持ってきてもらって上がる感じです。